新春の中での最強を決めるピスケス杯決勝。一番人気はもちろんこの子。ここまで無敗三冠馬娘キングヘイロー。続く2番人気はここまで無敗三冠馬娘オグリキャップ。注目のここまで無敗三冠馬娘ゴールドシップ。8枠9番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは6番北サンブランク、3番北サンブランク、1番北サンブランク。最後方からのレースとなったゴールドシップ、大丈夫か。ちょっと苦しいけど大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。6番北サンブランク快調に飛ばしていきます。前方がやや速いのか、隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。先頭は6番北サンブランク、単身で飛ばして行きます。続いて3番北サンブランク、ミホノブルボ3番手。第4コーナーを進んで直線へ向かう。さあ3番北サンブランク、ここで先頭です。続きましたミホノブルボ、1馬身差6番北サンブランク。それを見るように1番北サンブランク、大きく離れてオグリキャップ、キングヘイロー、ここにいた。その後ろ2番タマモクロス、2馬身3馬身開いてゴールドシップ、1個目のホームストレッチです。5番タマモクロス並んでくる。意気揚々と先頭へ行きますミホノブルボ。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、順位を振り返っていきます。現在1番手は3番北サンブランク、1馬身離れてミホノブルボ、1馬身差6番北サンブランク、4番手1番北サンブランク。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は依然3番北サンブランク、2馬身リード。2馬身3馬身開いてミホノブルボ、1馬身離れて6番北サンブランク。その後から1番北サンブランク、5番手にはオグリキャップ、およそ5馬身開いてキングヘイロー。外を回りますゴールドシップ、差がなく2番タマモクロス。2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます3番北サンブランク。依然として3番北サンブランク、先頭から大きく離されて2番手はミホノブルボ、その後ろに6番北サンブランク、4番手には1番北サンブランク。残り 1000m を通過。オグリキャップ5番手、さらにはキングヘイロ、およそ5馬身開いてゴールドシップ、その後ろから2番タマモクロス、さらには5番タマモクロス、キングヘイロ。果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか最後の局面です。高速戦で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先行を捉えるとは出てくるのか。さあこれから差が、2側の舞台はこれから差がある。3番北サンブラック強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200円強い。3番北サンブラック突き放せ。3番北サンブラック逃げる、先頭は変わらない。3番北サンブラック、3番北サンブラック、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。勝ちました3番北サンブラック。並みいる強豪を跳ねのけビスケス杯を制しました。2着は2番タマモクロス、3着はゴールドシップ。